デュークはカドゥの反適合者。バイオハザードビレッジで主人公イーサンの前にたびたび現れる商人デューク。物語に大きく関わることでただのギミックキャラクターではないことがわかります。今回はそんな商人デュークの正体を考察してみたいと思います。どうも猫うさぎラビーです。この動画はネタバレが含みますのでご注意くださいね。それではぜひ最後までご覧ください。1. デューク。デュークとは商人をしている大男であり、イーサンに武器や弾薬、回復薬などを販売し、さらに武器を強化したり食材を渡すことで料理をしてくれるなど、イーサンのサポートをしてくれる大事な存在となっています。一見してただの商人のようですが、ドミトレスク城の外商室、モローの水力発電所、ハイゼンベルクの工場など、敵の中枢に店を構えるという謎の存在。イーサン自身もなぜここに?と疑問を問うと、商人は場所を選びませんので、と笑い返していました。ゲームだからといえばそれまでなのですが、イーサンの娘、ローズを探していることや、四貴族の存在、マザー・ミランダの目的、ブラスクのことや、カドゥのことまで全てを知っているようでした。ほうほうほう、また会いましたな。デューク、ここで何を？飽きないは場所を選びません。娘さんは見つかりましたかな？いや。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう？ドミトレスクか？ねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば見つかるやも。それはそうと、何かご入り用では？2. デュークは敵？味方？結論から述べますと、デュークはビレッジにおいては味方だと考えます。商人としてイーサンのサポートするだけではなく、顧客サービスという理由でフラスクのことや四貴族、儀式のことまで把握しており、たびたび助言をもらいます。そして物語の最後の場面でイーサンをハイゼンベルクの工場からミランダのところへ送り届けるというイベントが発生します。デュークがミランダを阻止するよう行動したということですね。ですので何にでも化けることができる能力を持つミランダがデュークに化けていたことは否定されたものだと考えます。しかしミランダの元へイーサンを運んでいる時に、ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ、お前の正体は一体？と疑問を抱くイーサンに、ほっほ、それは私にも存じかねますと意味深に答えます。つまりデュークはイーサンが普通の人間ではないことを見抜いており、またデュークも普通の人間ではないことが伺えます。ようやくお目覚めですかな。ここはどこだ？私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク卿とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れるとは。どれくらい寝てたんだ？もうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところへ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかしよろしいのですか？そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ？私自身も存じかねます。着きました。助かったよ。ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は？ああ、できてるさ。3. カドゥの反適合者。
バイオヴィレッジの物語でカドゥの反適合者として明らかになっているのは作中に登場する四貴族とミランダだけであり、デュークが反適合者であることは語られていません。またどのようにカドゥを感染させるのか、それをモローの日記と実験日記にて状況を知ることができます。モローの日記1 10月1日、晴れ。ミランダ様にお願いして村人を5人連れてきてもらった。薬で眠らせてカドゥをお腹に植え付けた。早くこいつらの中でカドゥが成長するのが楽しみだ。モローの実験記録。今日は実験台のお腹にカドゥを3つ入れてみた。弾けてぐちゃぐちゃになった。このようにカドゥをお腹に植え付けることで感染させる方法もあるようです。そしてデュークのお腹を見てみると、おへそあたりがぐしゃっとなっているのが確認できます。以上のことからデュークはカドゥの反適合者なのではないかと考察します。今回の研究は以上になります。次回はこの動画をもとにデュークのことをさらに深く掘り出してみようと思います。このチャンネルはバイオに特化しており、解説や攻略、コレタなどバイオに関するものをどんどん投稿しております。チャンネル登録といいねのポチを忘れずによろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ただいま研究員になりたい方を大募集しております。チャンネル登録と書かれたボタンをポチッと押すだけで簡単に研究になることができますので、ぜひポチをよろしくお願いします。以上、猫うさぎラビーでした。またね。バイバーイ。